チサゲンレクロイセル、またはチサゲンレクルユーセルは B 細胞性急性リンパが急性白血病の治療薬である。癌の治療のために患者自身の T 細胞を使用する。癌患者から T 細胞を取り出し、T 細胞受容体と癌細胞上のタンパク質に特異的な抗体の両方に由来する成分を有する、特異的キメラ細胞表面受容体を作成し、 患者の体内に戻す。T 細胞は B 細胞で一般的な CD19 と呼ばれるタンパク質を標的とするように設計されている。キメラ T 細胞受容体は T 細胞の表面に発現している。ペンシルバニア大学で最初に発明され、開発された。ノバルティスが開発を完了し、アメリカ食品医薬品局の承認を得て治療薬を販売している。 2017年8月、アメリカ合衆国で遺伝子治療過程を含む最初の FDA 承認治療となった。治療は1回の投与のみで終わるが、その費用は47万 5000US ドルとなる。ノバルティスによると、これは一部の骨髄移植より安価であり、治療効果が現れなかった患者は費用を請求されない。ただし、 これは効き目に応じて患者が費用を負担する成功報酬型薬価制度があるアメリカ合衆国に限った話で日本では効果に関わらず患者が費用を負担することになる。このこともあって日本での薬価はアメリカ合衆国より安い3349万円に設定された。2021年7月からは薬価を3264万円にすると報道された。 この治療法は、ペンシルバニア大学のカール・エイチ・ジュンが率いるグループによって開発され、ノバルティス社にライセンスされている。2017年4月、米国 FDA は CTL019 を再発、または、難治性微慢性大細胞型 B 細胞性リンパ種の治療薬として、画期的治療薬に指定した。2017年7月、FDA の諮問委員会は、 既存の治療法に対して、難治性、または再発した、B 細胞性急性リンパが急性、白血病患者への適用を承認することを、全会一致で勧告した。2017年8月、FDA は、急性リンパが急性白血病患者についても、適用を承認した。ノバルティスによれば、適用追加にあたって起こり得る副作用に適切に、対応するため、 訓練を受けたスタッフを要する特定の医療センターで治療が行われる。2018年5月、FDA はジュリエットフェーズ2試験の結果に基づいて成人の再発、または難治性微慢性大細胞型 B 細胞性リンパ腫について適用を承認した。イギリスの国民保健サービスは増血幹細胞移植を含む 初期治療が走行しなかったオールの小児への適用を認める見込みで15から20人の子供に適用されると予想されている。成人の微慢性大細胞型 B 細胞性リンパ腫への適用が認可されているが2018年9月、現在現在 NHS が保険適用とするかどうかは決まっていない。再発、寛解型 B 細胞急性リンパが急性。 白血病に対する第二症臨床試験を実施中。よく見られる副作用はサイトカイン放出症候群である。治療は22日間のプロセスで、それぞれの患者に合わせてカスタマイズされる。患者から採取された血液から T 細胞を抽出し、ウイルスベクターを用いて白血病細胞を標的とするキメラ。 抗原受容体をコードする遺伝子を T 細胞のゲノムに挿入する。応答を改善するため、そのカーに4から 1BP 強刺激ドメインを使用している。ありがとうございます。